はい、こんにちは。秋山です。はい、今日はですね、日本語でお届けいたします。まあ、というのもですね、今日の動画はなかなかのボーリングなんで、ちょっと日本語じゃないとやってられないな、ということで、ちょっと日本語でお話しさせていただこうかなと思います。まあ、今日はですね、おじさんが髪を切って、その後、壁を塗っていいじく、ゃん。トイレの壁を塗っていくっていう、なかなかシンプルな動画なので、はい。まあ、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい。まずはですね、これは、まあ、奥さんの和子ちゃんに髪を切ってもらってます。まあ、結婚してからですね、床屋っていうんですかね、美容室っていうのかな？行ってないですね。まあ、こんな感じでいつも家で切ってもらってます。はい。で、切った髪もこうやって、燃料にして、まあ、ぬくもりになってます。皆さんの。こんな感じで、一晩、髪を切りました。で、次の日の朝ですね。次の日の朝は、まあ、ちょっと雨だったんですけど、まあ、家の中の作業なので、まあ、大丈夫だろうと。で、塗っていくのはトイレの壁です。まあ、トイレだけちょっとしっくり塗れてなかったんで、今回塗ろうかなという感じですね。まあ、ポロ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 壁も落ちてくるので、はい。塗っていこうかなと思います。まあ、まずはこんな感じで掃除機で、髪を取っていきます。で、その後濡れ雑巾と、乾いた雑巾でさらに汚れを取っていきます。まあ、最初がすごい重要なんですね。まあ、とにかくこれきれいにしとかないとマスキングがうまくつきません。何でもそうですよね。最初に手抜いたら後々しわ寄せがすごいきます。僕はもうそういうこといっぱいしてきたんで、まあこれぐらいはちゃんとしていこうかなみたいな感じですね。こんな感じで結構汚いです。で、マスキングを貼っていきますね。まあ、マスキングとか壁塗りで使うもの、大体とか全部かな。ホームセンターで揃います。まあ、こんな感じで、マスキングを全部、四隅していきます。で、ポイントはですね、マスキングを壁にぴったりくっつけないってことですね。これぴったりくっつけて、まあ、この後壁塗っていくんですけど、塗り終わった後壁を、マスキングを剥がした時に壁までくっついてきちゃいます。なので、ボロボロになっちゃうんで、マスキングはだいたい壁と1、2ミリ開けて貼るのがおすすめです。おすすめというかいいのかな？多分いいと思います。で、その後こういう感じでビニールをさらに貼っていきますね。まあこういうことで、まあ漆喰とか、この後シーラーとか塗っていくんですけど、まあそれが落ちて、床が汚れないように、こういうビニールとかも、まあ、全部貼っていきます。まあ壁塗りも DIY もそうですけど、一番最初ですね。この地味な作業がすごく重要です。まあ、地味すぎて僕はあんまり好きじゃないんですけど、まあでも、ちょっとずつっていう感じですかね。こんな感じでビニールを広げて、テープで留めていきます。これだけで半日間ぐらい時間が過ぎちゃいますね。何をしてんだろうってなりますけど、はい、こんな感じで少しずつやっていきます。なんか無人島みたい。 ネギです。飼ってる猫です。お尻がハゲてます。お尻がハゲて、もう野良猫によくよくいじめられてるんで、この前もお尻に穴が開いてました。まあまあ、そんなことはどうでもいいんですけど、これがちなみにシーラーです。商品名はアクドメールっていう、分かりやすいですよね。悪を止めるシーラーです。まあ、これを2回塗っていくんですけど、まあ、1回目はまあおよそで、まあ、5倍希釈ぐらい、まあ、およそなんで、僕大体基本とか取説あまり見ないたちなので、まあ、こんな感じで作ってって、塗ってきます。まあ、シーラーっていうのはですね、まあ、糊ですかね。はい。もうポロ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 壁が落ちるんで、それをシーラーで止めていくと。かつ、直接漆喰を塗っちゃったら、やっぱり壁の色味とかが浮き出てくるので、こういうシーラーを塗って手とか綺麗な真っ白の壁を作っ汚ていれくた方が濃いね。というために、そうにし塗ってもきいいまよ。す。まあ、2回、塗りますね。1
1回目は薄く塗って、2回目は希釈倍率をちょっと濃いめに作って塗っていくような感じです。1回目塗り終えました。2回目夜になっちゃいました。もう僕が怠惰だからゆっくりゆっくり塗ってたら夜になっちゃいました。ずっとトイレを占拠してます。はい、もうちょっと濃いめですね、2回目は。はい、2回目も塗り終えました。この日はこれでおしまいです。そしたら次の日、次の日もちょっと曇りですね。いや、曇りというかちょっと雨降ってましたね。すいません、これは今別の日に話してるんであまり覚えてなかったですね。はい、これはまたネギちゃんですね。漆喰、漆喰はですね、もうあらかじめ混ぜてあるものもあるんですけど、まあそれはちょっと高いので今回は漆喰をそのまま買ってきて水と混ぜて、準備していくようにします。まあ例のごとくあんまり説明書見ないんで、そのまま水を入れながら、まあその練り具合でどんなものかなっていう感じで作っていきます。まあ、ちなみになんですけど、この持ってる竹、これはもう家の裏でノコギリで取ってきたんですけど、これは失敗ですね。はい、何が失敗かといったらですね、混ぜてたら全然気づかなかったんですけど、塗るときに竹のカスがめっちゃ出てきます。なので何も落ちないような棒を使ったらいいかなと思います。これは、まあ、漆喰を塗る板ですね。何回も使うんでこんな感じでテープで綺麗にしといて使います。漆喰をちょっとずつ取って、1回目塗っていきます。2回塗ります。で、1回目はですね、本当に壁がガリ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 と剥がれるんじゃないかぐらい結構勢いよく塗っていいと思います。まあ、薄く塗るって感じですね。いろいろコツはあるんですけど、まあ僕もやりながらですね、覚えていったっていう感じ。こんな感じで四隅をまず決めていくんですね。持ち方とかを変えて、少しずつ少しずつ塗っていくという感じですね。もう最初はもう全然分かんなかったですけど、やりながらやりながら、まあちょっと DIY ができる、DIY ができるというか、まあ、友達がそういうことをやってる人がいたので、そういう人に教えてもらいながら覚えていったっていう感じです。田舎暮らしは本当にやることがたくさんありますね。スローライフと見えて意外とビジーライフな感じで、まあでも楽しいですね。はい、ちょっと休憩です。お庭のチューリップも咲いてきました。もう春ですね。これは2回目ですね。2回目も塗っていきます。2回目は1回目よりも厚く、どっちかとかフラットになるような感じに、仕上げていきます。すごいこの2回目は好きですね。どん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 完成に近づいて綺麗になっていくので、まあ、こんな感じでですね、自分にとったら小さな一歩ですけど、これは人類にとったらすごい大きい一歩なんで、ファイアームストロング、はい、楽しみながらやっていく感じですね。はい、できました。完成でございます。まあ、最後はこういう、マスキングをきれいに取って、はい、掃除して終わりです。まあ、部屋がすごい明るくなったんで、もう毎朝のトイレが快適になりました。皆さんもぜひ、まあ、やる機会があったらやってみてください。楽しいと思います。 Yeah, wishing everyone have peace. Goodbye, have a nice day.